ロナ第2波の規制が緩くなってきました。またや近辺では乱闘の出入りが自由になり、バンコクでは停止されていた業務が一部再開するようだ。パタヤは現在のところ12月31日に発表された規制のままですが、陽性反応者が0人の日が続いていることから、まずはコンビニなど夜間の営業やレストランでのビール、ウイスキーなどの販売から許可されていくのではないでしょうか。いただいたので、鱗取りもお手伝い。私も厚かましく、今日も一緒にいただきました。いつも。これ以上ない新鮮な魚を食べているので、日本にいるより美味しいの食べてるな。